ックルだよ。前回は飛び出して変身して吹いてジョロを説明するってところだったよね。続きをどうぞ。ちゃんと長さも測って穴を均等に開けたんですよ。上の方は音は変わるんですけど、下の方は全然音が変わらなくって、なんでなんですか？直感楽器とテーパー楽器っていうのがあるんですね。これはね、見てもらうと分かるんだけど、こう8の字っていうかね、ちょっとずつ広がってこう大きくなってるっていう楽器なんですね。これテーパー楽器と言います。それに対して直感楽器っていうのはこういうフルートとかね、いっぱい持ってます。確かにまっすぐですよね。ずっとまっすぐなんだよね。はい。あとはバスクラリネットなんです。これサックスね、もともとこれを改造して作られた楽器なんです。すごい。直感楽器なんです。やっぱり見るとこっちは広がってて、こっちはまっすぐですね。それでテーパー楽器の一番代表選手はサックス。広がっていくわけですね。はい。でこんだけしかなかったのに徐々に広がってもこんなでかいものになる。なるほど。ふうになってます。でそれもそういう作りになってるわけさ。だんだん広がっていってるんですね。そう。なんでこっちが大きくなってるから、その分だけ穴を工夫して大きく開けたりとか距離を取ったりとかしないと、計算しないとダメ。結構難しい取り組みでしたね。そうなんですね。そんな難しいことだったんですね。だから例えばちょっと僕も吹いてみるけど、上の方はね変わるよね。で下の方は変わらない。でも一緒にこうやって動かすと変わるから、だから距離とか工夫すれば、距離を工夫する、ちゃんとした楽器になるんじゃない、音楽演奏できるんじゃないかと思いますよ。そうなんですね。じゃあここがフルートみたいにこうまっすぐだったら、もうちょっと音は変わってたってこと？割といい感じになったと思う。あ、そうなんですか。難しいんですね、このテーパー楽器っていうのは。徐々に大きくなる。上はピッコロで下はチューバーみたいな、ちょっと極端だけど、サックスで持ち替えていろんな楽器吹く人がいるけど、それも結構理由の一つで、いろんな楽器の要素を全部まとめたのがサックスと。そうなんですね。なるほど。まとめ、管楽器にはテーパー楽器と直感楽器がある。テーパー楽器はサックスのようにだんだん太くなっている楽器。直感楽器はフルートのようにずっと同じ太さの楽器。テーパー楽器を作るのは工夫が必要で難しい。次回のゆうことテックルは、テーパー楽器は高音と低音で吹き方が違う。お楽しみに。チャンネル登録よろしく。